それでした。はい、皆様おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まず最初に周南市子ども真ん中シンポジウムの開催についてお知らせをいたします。このシンポジウムは本市においてすべての子どもが活躍し、子育て世代が安心して子育てができる環境づくりを推進する子ども真ん中社会の実現に向けた周南市子ども真ん中宣言の2年目の取り組みとなります。これまで子育てに関する市内の他職種、他分野の皆様が顔の見える関係づくりを目的に研修等による情報共有を行ってきたネットワーク組織がありました。この組織で今年度から本市の地域課題を協議する場として部会を開催し、テーマに応じてそれぞれの立場でできることを話し合い、具体的な支援施策を検討する場に進化させました。そこで今回のシンポジウムでは、市内で活躍する医療、教育、福祉、保健等の各分野の皆様がそれぞれの活動を紹介し、お互いの活動と課題への理解を深め、お互いにできることを築き合い交流できる場といたしました。本市の地域課題の解決へ向け、それぞれの強みと特徴を生かした連携による新たな取り組みを生み出すきっかけとなっていくことを期待しています。特別講演では子ども家庭福祉学を専門とし、社会福祉士、保育士、養育里親として社会的養護の領域を中心に研究しておられる、大阪公立大学現代大学院教授の伊藤佳代子氏をお招きし、子どもが暮らしやすいまちづくりをテーマにご講演いただきます。またパネルディスカッションでは、本市に関わりを持つ各分野でご活躍中の方々にご登壇をいただき、親子を支える人とつながりをテーマに活動紹介やクロストークを行います。このシンポジウムをきっかけに、皆様が子育て支援の理念を共有し、各関係機関のネットワークのさらなる強化が進むことを願うと同時に、引き続き皆様と一緒に子ども真ん中社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。次に徳山動物園の徳山動物園への象の体重計寄贈式についてお知らせいたします。この度市内の徳山計量器株式会社様より象の体重を測ることのできる体重計を寄贈していただくことになりました。計量記念日である令和6年11月1日金曜日に徳山動物園において寄贈式を行います。象の体重計は2頭の象を導入した平成25年に整備しましたが、今回の寄贈により、象舎に合わせたより使いやすいものとなります。まずこのモニターをご覧いただきますでしょうか。これが現在の象の体重測定の様子でございます。象は2つの小さな体重計にそれぞれに前足と後ろ足を片足ずつ乗せて器用に2本足で立って体重を測っています。この様子を徳山動物園では SNS で発信しております。その SNS を徳山計量器株式会社の水戸社長様がご覧になられ、感心されたと同時に、もっと象が楽に体重を測ることができたらと思われたことがきっかけだそうです。でこれまでの体重測定はお客様にはその数字をご確認していただくことはできませんでしたが、今回は回覧通路側にも
表示部を設置していただきましたので、リアルタイムで、象の体重をご覧いただくことができるようになりました。なお徳山計量器株式会社様は昭和39年にも象やチンパンジーなどの体重を測ることができるように大型の体重計を持ち込んでいただいた経緯がございます。この体重計を活用しながら2頭の象の健康管理に取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。次に陸上教室と指導者研修会の開催についてお知らせいたします。10月26日土曜日に光市出身のオリンピック選手市川芳子さんを講師にお招きし、指導者研修と陸上教室を開催いたします。市川さんは陸上競技5000メートルでアトランタとシドニーのオリンピックに出場され、中距離からマラソンまで幅広く活躍された方です。現在は兵庫県で子どもから大人までを対象としたランニングクラブを設立し指導をされております。指導者研修会ではやる気にさせて自主性を持たせる指導法を教えていただきます。陸上競技の指導に関わらず小中学生のスポーツ活動に携わる方や指導を検討されている方、保護者の方にも参考になる内容となっております。会場は保健センターです。また陸上教室では小学4年生から6年生までを対象とし、周南公立大学の陸上競技場で走る、飛ぶ、投げるのかっこいい基本動作を教えていただきます。子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうだけでなく、オリンピック選手によるトップレベルの技術指導を受けられる絶好の機会です。ぜひ多くの皆様にご参加をいただきたいと思います。最後に自動運転EV バス実証運行の開始および出発式についてお知らせします。本市では今年度から山口県や民間企業と連携し、自動運転 EV バスの実証運行に取り組んでいます。11月1日から実証運行を始めるにあたり、10月25日金曜日15時から市役所本庁舎メインエントランス横のピロティにおいて出発式を開催いたします。出発式には運行主体である山口県防潮交通株式会社、西日本電信電話株式会社から知事それぞれの社長さんにご出席いただき、車両の紹介やテープカット等を行っていただく予定です。実証運行では11月1日から12月20日までの50日間、徳山駅から徳山動物園までの市街地を1時間に1本、1日7往復運行いたします。自動運転 EV バスの実証運行は新たな技術が体験できるまたとない機会であり、ぜひ多くの方に乗車していただきたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。